フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ファン待望のフレンドリーマッチ、マンチェスターユナイテッド対テルフィー。解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合です。今前半がスタートしました。左ウィングクリスティアーノ・ロナウド、中に誰もいない。ここまで来た。さあ、先制点のチャンスになるか。右足シュート、ディフェンス守った。さあ、マンユー前半初めてのコーナーキックを得ています。おっと、ショートですね。中も揃いましたよ。さあ、シュート当たった。つないでデコ、ストライカーアネルカ、そしてジョー・コール、キープ力には評判のある選手。つないでルーニー、一本のシュートを打っています。競り合った、端からチャンスを作る。さあ、チャンスになる。ここで激しいサイドからどうする。放った、相手に当たった。さあ、今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。上げるのはベルバト、外からいった。中の動き素晴らしいですね。シュート、後ろにはたいた。バラック回します。チェックきついですよね。右ウィングルーニー、おお、前に送ってアシュリー・コール、ランパードパスをつないでいく。激しいチェックに行きます。ハーグリーブス、クリスティアーノ・ロナウド、キープ力を持っています。まもなく前半も30分が経過します。ここまで来た。中来てるぞ。さあ、打っていった。コーナーキックになります。でもいい試合してますよ。そうですね。エブラ、うまくコースを塞ぎます。エブラ、必要なチェック、プレッシャーを与えます。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。テルフィー、結局このボールを奪いました。さあ、彼に渡った。さあ、チャンスになった。さあ、シュート、手で弾いた。さて、コーナーキックに変わります。ボールを蹴るのはデコ、ゴール前入れた。ここはよく守りました。前に送る、左へ送ります。アシュリー・コール抜けてきます。ここで奪い合う。またコーナーキックに変わります。ここは何としてでも決めたいところですね。中に入れる、スコールズ、激しいチェックが続きます。さあ、一人で上がっていきます。左から上がっていきます。送ってきたと、ここまで来た。左からのチャンスになる。中には二人いる。さあ、シュートだ。おっと、長い笛。前半が終了します。さあ、来た。今後半がスタートしました。先に仕掛けていくのはどちらのチームでしょうか。一人で持っていく、エッシェン、競り合った。上皇、短く出します。ここは精一杯クリアします。真ん中へのクロスが出たんですが、ここは合いませんでした。マンユー、ここからの攻撃になります。テルフィー、中央から上がっていきます。後ろからチェック、おお。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。中に2枚、この距離はどうだ。シェフ、いい判断を見せました。時計は後半の15分を過ぎました。いいですね、コース先読みしてましたよ。良い守りです。自分で持っていく、一人で上がります。ハーグリーブス、前に出した。ルーミー、詰め寄られました。右サイドから、ここから行った。
枠から大きくそれました。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いや外れましたけどね、これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。ここからクリスティアーノ・ロナウド、サイドからどうすると、抜けてきた左サイド、細かいボールの奪い合い、シュート右足、あっとクロスバー、右からのチャンスになる。中の味方は3人、あっと打ってきた。アシリー・コール、ディフェンダーとしてプレーします。ランパード、いいプレッシャーだ。一瞬遅れましたね。中央から上がっていく、競り合います、左から攻めていきます。さあ競っていく、狙ってきた、ここは入れたかった。もっとヘッドで競り合う、アネルカ、競り合った。結局0対0のままロスタイムまで来ました。左サイド駆け上がっていく、行くか、上が鳴りました。0対0。